よし。そんなら次の質問は隠しっこなしだ、タナカス。お前なんで女に興味示さないの？おかしいだろ。そんなマジな顔で話すことかよ、親父。まさかとは思ったが、やはりな。これをやる。アホか、ちげえよ。いやいやさせんな。じゃあ男がいいのか、直江とか風間とか。気持ち悪いんだよその発想が。たとえホモでもおじさんは差別せんぞ。俺に特殊な性癖はねえ、いたってノーマルだ。それならお前やりまくりだろ、顔いいんだから。ある程度は抱いとかないと。女慣れしとけよ。教師でもあるんだから言葉は選べよ。ほら行くぜ。おい田中津、話はまだ半分だぞ。おい、その件なら心配いらねえよ。なんだ、好きな女でもいるのかな。あのポニー姉ちゃん今日も走ってるぜ。熱心だね。僕たちも中学入試があるから必死だけど。僕さ、歴史の勉強してたらババアに怒られた。歴史ばっかやらないで他のもしなさいとかさ。ほんと殺したい。将来絶対老人ホームに入れてやる。早めの入試は僕たちのためとか言ってるけど、てめえの見えだよな。遊びたい盛りにしっかり遊んでおかないとバランス崩れちゃうよ。おお、最近のガキはひねてんな。しっかり育ててもらってるだけ感謝しろ。ったく。ダッシュ50本終わり。ああ、もう1セットやっとこう。カズコ、お疲れ。ほらよ、ドリンクの差し入れだ。おお、タッちゃん、いつもありがとう。今日はあのバカどもはいないのか。もうちょっと前までここで遊んでたよ。みんなは帰ったけど、私はトレーニングあるし。モモ先輩はどうしたんだ。川上院で100人組て、私も早くやりたいな。なるほどな。あ、リコから連絡が来たぞ。おお、リコ、懐かしい。何してるって。板前になるってんで今修行中だそうだ。寝てる時も先輩の説教が聞こえてくるってさ。板前か、夢叶ったら食べに行こう。みんな頑張ってるのね、私も負けないわよ。今のとこ親は誰も見つからねえけどな。わざわざポストに置いていくぐらいだからね。あ、まあいいや、私もう1セットやるね。ああ、俺はここで寝ながら見物しているさ。夜も仕事なんだ。学校なんざやめて仕事に集中したいぜ俺は。ダメだよ、学生生活一度しかないんだから。親父と同じことを言いやがるのな。ファイター。変わったな和子、昔は泣き虫だったのに。女ってのはたくましいぜ。ヤマト、ヤマト、腹減った腹減ったよ。モモ先輩たちの稽古終わってからだろ。アテン、土日自炊システムは島津寮の欠点だぜ。チキショウ、そんなヤマトは軍師ヤマトじゃないぞ。俺が困ってたらしょうがないなキャップはって感じで助けてくれ。さもないとグレるぜ。せっかくだからお前の宿狩り食べていい？サザエのつぼ焼きみたいにいけるかもな、なんて。
ヤマト、怖いよ。そんな金あるか、おごれよ、金色屋じゃ。あれはもう将来への貯金に回しちまったよ。レイコさんが食材を補給してくれてるかもな。そうと決まれば早い者勝ちだぜ。この冷蔵庫に調べるコマンドをかけるぜ。おお、微妙に安物な冷凍肉があるぞ。料理できない俺たちにどうしろってんだ。正味な話、バイトでもないのに労力使いたくねえ。じゃんけんで負けた方が飯作らないか。ちなみに俺ルールでヤマトはグーしか出せない。そう、下は賑やかだと思ったら、直江さんに風間さん、お腹空いてるなんて気の毒に。私の料理なんかでよければ作ってあげたい。これはチャンスでは。私がここで気さくに、よければみんなの分も作りましょうかと聞けば、その流れでお友達になれるかも。でもいきなり出てきてそんなこと言ったら惹かれてしまうのでは。ダメ、ここで逃げては昔と変わらない。友達100人作るんだから、残り100人。あゆち、立派になったな。かっけー、かっけー。よし、行こう。おい、ギャーギャーうるせえぞてめえら。あ、ゲンさん帰ってきた。みんなのゲンさん、なんか作って。食材なら冷蔵庫にあるから。ちなみに俺たちは応援しかしない。なんで俺がてめえらのために飯を。アホかボケ。変なロボが作るポップコーンを食ってろよ。やだよ、俺一時期食いまくってたら体がポップコーン色になってたんだぜ。知ったことか。夜もバイトあるんだ、邪魔するな。練馬、桜台、江古田、東長崎、椎名町。私でよろしければ、そのこれから夕食を。そのち、飯の話されたら腹減ってきやがった。バカ二人、てめえらの分も軽いもん作ってやる。勘違いするんじゃねえ、ただのついでだ、バカ。いえ、なんでもないです。すみませんでした。次は気をつけてくれたまえ。はい、それでは。ああ、知らない、適当に返事したぜ。失敗しました。いつもの一人反省会をしましょう。はい、あえまゆち、やっぱり友達を意識して気負ったのがいけないと思います。だよね、今度からはもっと自然体で。飯ができたぞバカども。肉じゃがとかだな。やった、これを食べて俺人間的に成長するよ。
うぜえやつらだ。おい、飯が余ってたから握りにしてやった。夜に腹減ったら食えよ、ボケ。こっちのラップには今の残りが入れてあるからよ。分かったか、こら。ケンさん、そこまで俺たちのことを考えて。勘違いするんじゃねえ。夜中に腹が減ったと叩き起こされてはたまらねえからな。食器洗っておいてくれるかな。こんばんは、あなたのお姉さんです。相変わらずヤドカリ元気そうだな。説明は結構だ。牛肉持ってきたぞ。寺の厨房からゲットだ。ヤッホー。聞いてくれワンコ、ヤマト今エロ本読んでたんだ。いやーエロい、変態ね、変態なのね。しかもスポーティーなポニーテール本だった。あの丸まったティッシュとか若いな、ヤマト。で、エロ本は？イエーイ！こーら、何もないじゃないか。つまらないな。仕方ない、とりあえずノートに落書きしておこう。広いから人気あるよね。誰にも渡さん、俺たちグループの遊び場だ。一組のトニーとかもここ狙ってるみたいだよ。ああ、俺様たちは無敵だな。私何もしてないの。泣き虫ワンコには期待してない。まあ気にするな、モロも何もしていない。俺とガクトとヤマト3人で十分だ。だって頼もしいね。つくから見るなよ。お前らみっともねえまねすんな。動くんじゃねえ。お前らこいつがどうなってもいいのか。助けて。動くとこいつの耳にコンパス針でピアス穴をブスッと開けちゃうぜ。
どうすんだよ。二択しかないなら決まってるだろ。仲間を危険な目には合わせねえ。今回は負けといてやるよ。こら、お前ら生意気なんだよ。本当にすみませんでした。てめえらは物分かりがいいな、直江、島津。アホか。後で地獄の倍返しにしてやるよ。風間、てめえどうなんだ。言ったろ、今回は負けといてやるよ、先輩。答えになってねえな。すかした顔しやがって。すかしてるならピアスしとけよ。俺って超悪だな。いってもはや事件だぜこれは。今度俺たちに逆らったらこの程度では済まないぞ。これから原っぱは俺たちが使わせてもらうぜ。もう大丈夫だから泣くな。しかし初めてだね、僕たちが負けたの。おお、今すぐ殴り込みだ。確かにな、怠慢なら負けはしないが。どうせならとことんやる。超強力な用心棒を雇う。川上院知ってるだろ、武術の寺の。あそこの一人娘がここの5年生なんだよ。あ、聞いたことある。すごく強いって。私も強くなりたいな。無敵って話だぜ。こいつは用心棒に最適だろう。ヤマトが頭脳を生かして説得してくれ。ふーん、話は分かったぞ。面白そうだな。ああ、修行修行で暴れたかったところだ。だが、一つだけ条件がある。お前が欲しい。川上院はたとえ実の娘だろうとひいきせず修行をさせていくわけだ。まだ小学生の私は兄弟子たちの使いっ走りもして大変にストレスが溜まっている。だから私も射程が欲しいんだよ。できれば男がいいしな。遠慮なくこき使えるし。手を貸してやる代わりに、お前これから私の弟分。姉子な。悪くないが、他の呼び方で。うん、それがしっくりくるぞ弟。射程だな。うん、いいね。お姉さんゾクゾクしてきた。それじゃあ契約